さあペダルオンになりました。佐藤もついていく3番ネットです。先頭は2番ブラックの栗田、その外から5番イエローの新井、そしてその後ろ3番レッドの佐藤智和という状況。1番ホワイトのサレヤも動き出しました、はい、かなり序盤から激しい展開になりましたね。1周まだ残したところで1番ホワイトサレヤが前に出ましたね。ちぎってきましたね。ここはスタミナが一つ持ち味というサレヤ豊です。そうですね、はい、あとはこの佐藤選手しっかりとこれついていけるかどうかですね。ついていってますね。はい、2番手じわじわと差を詰めてきてますね。ラスト1周になる1番ホワイトサレヤか3番レッドの佐藤か、この2人のデッドヒートになりそうだ、ね、いやーこの2人の見応えのあるラスト1周。先頭1番ホワイトのサレヤ、2番手3番レッドの佐藤智和、先頭1番ホワイトサレヤだ、サレヤだ、サレヤ先頭。初の頂点に向けて快走を見せました1番ホワイトのサラヤ豊。サラヤが先か他の選手が先か注目ですね。そうですね、そのサラヤ選手を生かせるのか、はい、あサラヤ選手動いてきたか、ね、その前に5番イエローの鳴海がまず動き出して前に出ました。その様子を見て少し慎重状況を見ているか、今1番ホワイトサラヤが踏みました。そうですね、ちょっと一瞬待ちましたね。そうですね、まだ後方を確認しています。さあこの状況どう見ているか、残り2周になって一気にサラヤ豊が前に出ました。はい、仕掛けてきましたね。酒井選手もついていってますね。1番ホワイトサラヤ豊が現在先頭です。2番ブラックの酒井が2番手、3番手には4番ブルーの森谷、ジャンがなりました。残り1周になるファイナルラップ、先頭1番ホワイトのサラヤ、2番手には2番ブラックの酒井、3番手に4番ブルーの森谷という状況、縦1列になっています。先頭1番ホワイトのサラヤだ、サラヤ先頭だ、2番手2番ブラックの酒井、先頭1番ホワイトサラヤ、サラヤ先頭、サラヤ先頭。サラヤ豊か2連勝となったか。ペダルオンになりました。マウスは3番レッド栗田が前に出ましたね。はい、伊藤慎選手も早めに動いてきましたね。そうですね、伊藤慎が出ました。合わせるように2番ブラックのサラヤも動き出しました、はい、かなり激しい展開になりますね。そしてその後ろには5番イエローの森谷陽介もついているという状況です。先頭は6番グリーンの内田、2番手には1番ホワイト伊藤慎、これは伊藤慎選手いい形になりましたね。そうですね、2番ブラックのサラヤは現在4番手、この位置どうでしょう。そうですね、スパートしていくんですが前に伊藤選手いるのは厳しいですね。ジャンがなりました。残り1周になります。先頭1番ホワイトの伊藤慎、2番手には5番イエローの森谷、そして3番手に躍り出ようというのは2番ブラックのサラヤ。さあ上位2人進出になるかどうか。2番ブラックサラヤがさらにスピードを上げてきた。先頭1番ホワイトの伊藤だ、そしてサラヤも来た、サラヤ来た、サラヤだ。2番ブラックサラヤ豊か外から刺しました。さあペーサーが外れました。マウス動いてきたのは2番ブラックの安田光介です。はい、ここにサラヤ選手も乗ってきますね。24歳若きルーキー安田光介がマウス動いてきました。その後ろ4番ブルーのサラヤです。さらにその後ろには5番イエローの佐藤智和という状況です。はい、サラヤ選手ここで踏んでいきますね。1番ホワイトの佐藤浩二は後ろから行きました。一気にスピードを上げていきます。外を回っていくという展開です。そうですね、はい、各選手結構足使ってますね。前4番ブルーのサラヤが現在先頭。さあジャンガラスター残り1周になる、頂点に向けて残り 250m。 先頭4番ブルーのサラヤ、そして2番手には1番ホワイトの佐藤浩二、連続完全優勝に向けて佐藤浩二スピードを上げる、内4番ブルーのサラヤ、そして1番ホワイト佐藤浩二も来た、どっちだ、大接戦だ。1番ホワイト佐藤浩二、4番ブルーサラヤ豊か